すしよう。あなたの祈りと一つにならせたら、感謝、感謝、限りない感謝、あなたの祈りと一つにされた感謝、感謝、
限りない感謝、あなたが祈ってくださり、その祈りの中に私たちを一つにしてくださった、命の君よ、今朝は私たちの心からの感謝をあなたの御前に歌いとうございます。感謝、感謝、限りない感謝、アーメン。のどかな一輪、一輪の祈り、のどかな一輪、神の キリストイエス様、こうしてここに来られた人と、また同輩を通して、いや、心を一つにして共に礼拝することができる人と共に、この礼拝を持てることをありがとうございます。礼拝できることがこんなにも喜びなんて思いませんでした。ここにあなたの喜びが、あなたの願いがあることを知りました。主よ、礼拝をありがとうございます。礼拝は感謝、礼拝は賛美、礼拝は愛、礼拝は力、礼拝は神の喜び。この礼拝を通し、すべての作られたものに、目に見える人にも見えない人にも、あなたの愛が、あなたの喜びが満ちますようにと祈ります。そして平和がなりますように、癒しがなりますように、この礼拝の時をくださったことを感謝し、主イエスキリスト様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。
野の花一輪の賛美を今日はね、たくさんしたいと思っています。なんかこの野の花の喜びが、なんかこの私たち一人一人の、なんか喜び、礼拝する喜びだと思えて仕方がないからです。先々週でしたかね、ピーター先生の礼拝で野の花一輪の 1,2 が紹介されましたよね。そしたらもうすぐに 3,4 と来たので、今日はこの4曲をね賛美したいと思っています。野の花っていうのは本当に人にねどう見られるか、あるいは人のために美しく咲こうとか、このこうでありたいとか、なんかそんなないんですよ。もう本当に命のままに咲いてる、もう命のままに作られた方を喜んでると私は思っています。その野の花の賛美がね今こんな風にして与えられているのは、その作られたもの、置かれているところにおいて、私たちなんか一番最初のその作られた喜びにね帰れって、それが何か今のこの大変な時のなんか全ての答えであるからだと思っています。野の花一輪の1から4までね、歌詞だけをねちょっと先に紹介しますね。歌詞だけですよ。私が作ったようでいて、実は私が作ったわけではなくて、いつも言うんですけど、こう賛美のメロディーも歌詞も一緒くたになってバシャッとくるので、作り変えたりするのは間違ってるから並び替えてるんであって、そういう作り方なんですね。でこの野の花一輪の賛美も実はもう何年か前に与えられていたんですけれども、あんまりにも変なんですよね。野の花一輪、野の花一輪って2行しかなくて、あと何にもつかないで、おかしくって、でももうこの賛美集のために捨てるかというと、捨てるというとなんかかわいそうって、そしたら実はこれがこのいくつものこの賛美の中の一つ一つをこう間違ってくっつけてたということが分かって、まず1ができました。野の花一輪、一輪の祈り、野の花一輪、神の平和よなれ。もう野の花一輪があるだけで、咲いているだけで、いや私枯れている姿でも平和をね表していると思っています。だからもう存在している花が祈ってるんですよね。そしてもう2番は綺麗になったとか、2番これは野の花一輪の2です。野の花一輪、野の花一輪、一輪を見る、一輪に聞く。で3番へ行くと、これ野の花一輪の3の、3は1番しかないんですけど、一輪の野の花、私の一輪の花、私の野の花よ、私の愛に咲け、私の歌を歌え、私の喜びに生きよ。なんか神様の私の花って、これはね歌いなさいとかね生きようじゃないんですよ。もう存在しているだけで、あなたは私の愛を咲いているし、あなたは私の歌を歌っているし、私の喜びをねもう生きてるんだよ。この私の一輪の花、なんか神様がね私たち一人一人をねそう見てくださって、で4番野の花であれ、野の花であれ、私の野の花野の花であれば良いものを、ちょっとおしゃれなね花になってみようとかね、もっと強いね
花になってみようとか、頑張っては傷ついて傷んでしまう、野の花であれって、もうイエス様が作られ、ね、生かしてくださってる、もうイエス様の愛そのものを受けてる、ね、野の花でありなさいよって、そんな賛美です。で、実はこの2つができた時にね、一番だけ、一番っていうのはこの野の花一輪の一という意味なんですけど、一だけで歌うとね、それはそれなりに美しいんですよ、今回思いました。だけど私はね、何か足りないって、何かもっとあるはずだっていう気がして、それで二だけを聞いてもやっぱり何か足りないという、私は未完という言葉を使っちゃったんですけどね、完成してない、何か足りない。それところが そこまでできていてもやっぱり何か足りないから、かわいそうだけど賛美集には入れない、もうボツにしようかって、いろいろもうボツでいいんじゃないですかっていう声なき声もちらほら聞こえてきたので、もうボツにしようと決意した途端にふっと思いがしたんですよね、立体賛美にしたらいいんだって。そして、この1と2の立体賛美をこの間の、ね、第一礼拝でしたんですけど、そうすると1と2を足したという以上のなんかもう宇宙的な広がりがあって、ああこれだったんだ、このそう思った。そしたらこんな未完なままの私でもね、体の中に置かれていたらね、あ、もう完成以上の完成だと、ね、なるんだって、ああこのまんまのね、欠けだらけの私のまんまでいいんだって、立体賛美の中に入ったらね、その足りないところこそがむしろ美しい響きとなって出てくるって、なんかこの今立ち位置のことがね言われてますけど、あ、なんかそれをもこの野の花一輪はね語っていたなと思います。そして一応今は4つしかありませんけど、私は人の数だけ野の花一輪がねあるだろうと思っています。では1と2を賛美します。野の花一輪、一輪の祈り。野の花一輪、神の平和。一輪の
そしたらこれから立体賛美にします。立体賛美っていうのはね、違う曲をただ同時に歌えばいいというものではないというのはこの曲ができた時に分かりました。さあ早速もう一挙に1から4をやりましょうって歌い出したらね、なんかこら立体賛美じゃないよなって、なんか響きがハーモニーしてないんですね。そしたらもう途端にこういう時きっと天の人が助けてくださるんでしょうね、パーッとプロデュースが浮かんだんですね。それはまず1番2番の立体賛美、そして3番4番の立体賛美、その次に1,2,4 の立体賛美、そして3,1,2,4 という4曲の立体賛美へと行きます。なんかその賛美のこう進め方もなんか神様が進められたような気がしています。で賛美隊が歌ってくれますので聞いてみてください。この後みんなで、その後ねみんなで歌います。この花道に綺麗でしたでしょ。できたら歌詞を追わずにね、こう本当はこうして目閉じてほしかったんですけど、あの響きの中にね、なんか本当にここに歌ってる声の響き以上のものが入っていて、で今からあの皆さんと共に野の花一輪、1,2 そして賛美隊がおそらく 3,4 も入ってくれると思いますが、この立体賛美がねまだこう馴染めない
分からないという人はほんの一言もうずれまくってもいいですから、あの一言自分の声をね、何か一箇所、まあ例えば野の花一輪と覚えられたらそのメロディーだけでもいいですけど、ちょっと声を出すと耳からこの立体賛美の響きがね入ってきます。ちょっとね、あ、分かんないなと遠くからこの聞いてると、あのなかなかこの立体賛美の中に飛び込めないというか、一つとこうなっていかないっていうところがあるので、思い切ってわずかな声でもいいですし、ずれていいし、隣の人のが来てもよいし、もうあの好きなようにして、あのちょっと一言入ってみてください、はい、では行きましょう。一曲でも美しいし、一曲でもこの癒しはね、喜びはねありますけれど、こう立体賛美になるとなんかもうその息を超えちゃって、ふわーっとこう宇宙的に、ね、なりますよね。私はその宇宙的になった時にもう壁や天井を越えてね、この賛美はね全地に、ね、流れていくんだと信じています。あの私はあの大変驚かしてしまったんですけど、先週の日曜日の日曜礼拝来る前に、あの階段から落ちて、後で見たら10段落ちてましたけど、ちょっと足首とこの腕をね、あの打ったんですね。で、あのもうその日は救急病院へ、日曜日だったので救急病院へ行ってレントゲンを取ってもらって、簡単な添え木を当てる治療をしてもらったんですけど、まあ今思い出したんですけどね、足もね、ほら見てごらんって、こうひび入ってるでしょって言ってね、こっちはねここの先にね、なんとか丸い骨があるんで、下の骨のね、それが折れてるでしょって言ってね、まあ確かに見えました。だけどそのレントゲンを待ってる間がものすごく長かったんですけど、
ピーター先生がずっとここに手を置いてくださって、慌てて飛んできたあのトンボちゃんこと吉川智子さんが私の右足のところに手を置いてくれてたもんですから、診察行った時には痛みはなかったんですよ。あのだからただ歩くことはできなかったんですね。それで車椅子で入ってきたもんだから、もうみんなびっくりさせてしまいました。でももっとびっくりさせたのは、実際は腕の方の手術をしなくちゃいけないということになったことでした。まあ、私も全身麻酔ですごく怖かったですけど、あのもう医者がね寝てる間にあのやった方が楽だよって言ってね、あの言われるもんですから、まあ、それに従いました。そしてあのまあ、本当に痛みはねもうなかったもんですから、次の日入院して、その次の日手術だったんですけど、もう一回念のためにね、もうくっついてるかもしれないからね、あのレントゲン撮ってくださいって頼んだんですよ。なぜならあの日曜礼拝中ね、ガツンっていう音がしてね、だから動いたんですよね。でもてっきり私はそれでくっついたと信じたんですね。そしたらなんとね、本当はこの剥がれて折れた骨をね、筋肉が引っ張ってる音だったんですって。でも痛くないもんだからね、まあ、本当に勘違いしました。だけどあのもうまあ全身麻酔だけはかかったけど、あとはあの、ね、手術も本当に無事になりました。まああの病院についてね、一番最初あの車椅子を持ってきてもらう間、一人車の中で祈ってたんですね。あのこんなことになってしまったけど、あのねよろしくお願いしますって言って、癒し礼拝も近いしあの祈ったんです。で主はね、今まで意味のないことをされたことが一度もなかったから、これも何か意味があるのかなとか思ってみようとしたらいろいろ来たけど、でも本当はもう全然わからないんです。それでもうとにかくあの普通に使えるようになったら嬉しいのでよろしくお願いして祈ってたら、その時はあのまだ手を置いて祈ってもらう前の一番痛い時、唯一痛い時です。だからうえーって痛い時だったんですけど、なんか賛美が聞こえてくるんですよね。でこのさすがおととりするの嫌でしなかったんですけど、次回紹介します。痛みを賛美せよ、痛みを賛美せよ、痛みとともに主を賛美せよっていうね声がねわーって聞こえてきました。でそっかっていろんな目に見えない人たちが祈ってくださってるんだと思って中に入って、そして祈ってもらってる間きっとねあの連絡も行きましたからね、あのスタッフにもねあの祈ってくださってたからだと思います。もう本当に祈りのパワーが来るのが分かって痛みがなくなりました。で、あのこの全身麻酔が怖かったのはね、この全身麻酔っていうのはただ眠るだけじゃなくてね、脳から内臓の一つ一つ全部を麻痺させるということなんですって。だからあのもうその麻酔の医者さんっていうのは、まあ、素敵な人ではありましたが、怖がらせることを言いますって言ってね、もう初めからねそれなんですよ。私怖がりながらにあの目が覚めない人がいるとか、全身麻酔の間になんか血栓が詰まったら起きない人もいるとかね。であなたの場合は、私はあの体がびっくりしたからだと思うんですけどね、あの血圧がねもう180をもったらかに超えてたんですよ。でもうずっと何回測ったってね減らない。で血圧が110の人でもね、この麻酔をすると全身麻酔すると60に下がるのに、180を超える人はもうもっと下がってね危ないみたいなね、もうそれも怖かったけど、もういやまあやっぱり主がおられるから、あのそれ言いませんでしたけど、はい、分かりましたって言ってね、あの一応覚悟は
しました。で実際問題手術当日ね、麻酔をかける前にこの手術室へ行くんですけどね、普通だったらなんかこのトレッチャーみたいななんか行くでしょ、あれが嫌でね、私歩けますから、支えてもらったら歩けますから自分で歩いていきますって言ったらね、階段が3段もあるんです、ものすごい1段が高い階段が3つあって、そこが手術台ですって言って言われてね、わかりましたって言って、いいですって言って別に平気で登りました。でもなんとなく私処刑台みたいに見えて怖かった。でも後でね、いろんな人のお祈りを聞いてたらね、もしかしたらあれほふり場のようだったなとかね思ったぐらい。ところがですよ、もうあんまりの祈りで、こう祈りとしか言いようがないものがもうぷわーっときてね、もう部屋がねもう大きく伸びるぐらいにね、なんか祈りがもういっぱいでね、心配してる余地なんかないんですよ。不安とか恐れを持つ余地も全くなかった。あ、もうここに行くだけでいいんだっていうような感じだったんですよね。それで無事に手術もとても早い時間で終わったと聞きました。そしてふっとね目が覚めた時、もう元のベッドにいたんですけど、まあ、やっぱり一番最初に目が覚めて思ったことは、やっぱり目が覚めた、覚めることができたって感謝でした。でその時だったんですよ。もう私にとってのなんか記念すべき瞬間だったんですけどね、自分が生きてるって意識することはね、もうとってつもない神様の愛の中にね置かれていることを知ることなんだって思ったんですよね。もうその頭でそういうキザな言葉を考えたわけじゃなくって、もう生きていることを意識することは、もう神様の愛の中に、もう神の 愛の中にね息をして、神の中愛の中にいるっていうことと同じことなんだっていうのが、なんかもう全身がねこの感動してるんですよね。で、そうかって、これは私だけじゃないんだって、すべての人がねそんな死ぬかもしれないとかね、そんなところにいなくて覚悟もしないからではなくて、もうとにかくどんな時もですけど、全ての人がねこのねもう愛の中に置かれてるんだって、これをね伝えるためにね、もう早く帰れって言われたような気がしたんですよね。もうそのあまりの凄まじいやっぱり愛なんですよね。もうわーっと愛に抱きかかえられ、愛の中に生きして、もう愛の中にいる、それがあんまりすごいからね、私本当に生きてるのかな、これ死んでるのかなってね、もう真剣に思ったくらいでした。あ、でもこの愛があったら、この愛があったら、私本当にどんな痛いことがあっても、辛いことや悲しいことがあっても、共にね、もうそれがあってもね生きていくことができる。コロナの問題も今世界にはもう本当に痛い問題が次々起こっている、恐ろしいこともある、不安なこともあるって、でもこの愛があることを知っていたらもう大丈夫、もう知ってなくったってあるんですけど、事実の方があるんですけれども、私はねもうそれを知った瞬間に、ああもう生きていることも死んでいることも超えたような気がしたんですよね。もうこの変な言葉でね申し訳ないんですけれどもね、ああこれが生きるということかなって、このずっと今年に入って、特にニューヨークのバレンタインコンサートがあった時から、生きよ生きよと神様がね本当に私たち全てのものに生きよ生きよって言ってくださってる。あ、これは、ね、この愛を知れって、この愛がもうすでにあるんだよって、ああ確かにもう世の初めからほふられた子羊がおられたということは、もうその贖いの愛があるっていうことでしょ。その中に私たちは作られ生まれたんだもんね。
だから本当は私はその愛をね、もうもっと知って、もうこの愛さえあれば生きていけるというところに置かれているのに、なんかそれ以外のものがいっぱい目に入って、それ以外のものがいっぱい心を煩わせて、あ、そこまでその喜びがね、この分かってないだけなんだって、それが分かるようにされることが癒しなんだって、世界にとっては平和がね、もたらされることなんだと思いました。実は私はこの全身麻酔をもう受けるとその時にね、脳が麻痺すると聞いた時にね、心配したことが2つあったんですよね。まあ、1つは本当に目が覚めるだろうかという心配だ。でもう1つは脳が麻痺してこれまでのように賛美が聞こえるだろうかって、そして神が語ってくださる声がね、聞こえるだろうかというね、不安は実は持ってました。でももうその正直言って、あの愛の中でそんなもん忘れたんですけどね、その答えが来たのが、退院する3日目でした。足のひびが入ってるのに私はどうしても痛みはないしね、歩けるし、もう一回確認してほしいと、もし悪かったら歩いてまだいっぱい人に迷惑かけたりするから知りたかったんですね。だったら医者があって MRI っていうのを取ってくれたんですけど、私は人生で初めて MRI なんてもんに入ったんですよ。で、狭小恐怖症かっていうか、そんなんありませんって言って、そしたらどうぞって言ってたら、まあ入ったことありますか、ものすごい音なんですよ。そうなんてもんじゃないんですよね。もうドッタドッタタンタントンタン、まあね、ものすごい。そしてそれを聞かさないようにというか、ちょっとでも気を紛らわすように大きなヘッドホンつけてね、音楽流してくださるんですよね。でもそれなんかで、ね、消えないくらいのものすごい音と振動で、後で聞いたら振動を与えるためのものなんですかね。で、もうこりゃ大変だって、こんな音の中にいたことはないわとか思ってたら、その時にやっぱり声がしたんですよ。賛美してみないかだったんですよね。そうこれあまりに記念なので、賛美しなさいじゃないんですよ。賛美してみないかって、あなたの気持ちでやれってね。いや、もう優しいんですよ。それでね、この一番賛美できないドッタンバタンの中でですかって言ってね、でもちょっと心を静めると一番最初に浮かんだのがアブーンでした。それでアブーンを、まあ歌いましたというか、無理やりやったというだけで、でもなんか合ってるようでした。じゃあひどいけど2曲目、私の大好きなイスラエルの牧者よね、歌おうと思ったらね、イスラーぐらいでね出てこない、もう2秒で断念。ああ、もう他の曲は何にも歌えないのかもしれないと思った時に、湧き上がってきたのか、あの中から、あんなひどいドタ音の中から聞こえてきたのか分かりませんけれど、なんとそれが野の花一輪の一だったんですよ、今ともに歌った。でね、私はね、その時にもまた思いましたよ。あの野の花一輪はね、もうこのどうしようもない時、もう賛美もできないような時でも、なお神様の愛の中に置かれている印なんだって。あのね、もう本当にとってつもなく大きくて温かくて熱い熱い神様の愛の、このそれに囲まれている、なんか私たちですよね、野の花そのものの印なんだと思いました。で、まあ、無事出てきました。そしたらなんかこの足はさすがもう日々もなくて、骨折ももちろんなくて、
ちょろっと打ち身があって内出血してるからね、痛かったんですけど、今日はちょっと硬い靴履いて来たから痛かったんですけど、そしてスタッフがこのね椅子をね用意してくれたんですけど、ここで野の花一輪を歌ったでしょ。その瞬間っていうか、その間にもうすっかり取れてしまってあります。そして賛美の間にね、ここにはワイヤーが入ってるんですね。それでこのワイヤーの力でないとこの骨くっつけられなかったんですけど、気がつかれましたか、私思わずねこうして手を挙げて、どん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 ねこのね上がるはずのない手がね賛美の中でね上がってってね、ちっとも痛くないんですよ、ね、でも朝のこと考えてはっと気がついては、手を見ては気がついて下ろしましたけど、ちょっとゾウさんの手みたいになってますけどね、これだけはなんか地下なんか溜まってきてねしょうがないんですけど、本当に皆さんのお祈りと、もう手術室入った時のもう何とも言えないお祈りと、私はもう目に見えない人も、あるいはもう天に先に帰ったスタッフたちも先頭切ってきてくれてたんじゃないかと思っています。そのによって本当にこうしていつものように立ってもう礼拝できるようになって、本当にもう感謝の感謝の感謝です。一つだけね、本当は話したいことがありました。今日ここでねこうして立つなんてね、みんなも気を利かしてくれたし、私自身もとってもじゃないんですけれども、手術をしてまだ4日目かですよね、16日に手術をしたのかな、いや忘れちゃったそれくらいなんです、すいません、すぐ忘れるからと思ったんですけど、そう16日に手術をして、金曜日ですよね、夕方退院したんですよね。でやっぱり麻酔の後遺症か、もうずいぶんマシになったけどちょっと声が出にくいのと、なんかねもう寝てばっかりなんですよ。もう事故で体がびっくりしたからかもしれませんけれど、もう事故に遭った日の夜救急病院へ行ったけど一旦帰って寝たんです、家で。翌日入院だったから、もうそれからこの手術が終わって退院した翌日まで眠り続けたんですね。起きてはね起きてはね、寝ては起き、でも起きても寝てという感じで眠り続けました。私は白い鳩の後からもう33年ですけど、最初の1年なんて1日に10分寝ればよかったので、でも実際問題みんなが心配するから1時間睡眠は取りましたけれど、1年間もうそれ以上あんまり寝た記憶がないんですよね。4年目ぐらいから1日4時間ぐらい睡眠取るようになって、時々5時間寝る日があって、もうそれが33年続いてきてたんですけど、それがうっすみたいに寝ました。そしてその19日ですよね、おととい、まだぼーっとしてたんですけど、私は201に寝てるんです、エルシャというところのね。そして101は仕事場でピーター先生やトンボちゃんが仕事をしてたんですよね。でもうそろそろ昼だし下へ降りようと思って降り立って、なんとなくフラフラしてるんですよね。でだからその時にね、今度の癒し礼拝やっぱり誰か他の人がしてくれることになってるんでしょって言ったらトンボが入って、癒し礼拝はやめないで次の週にして、今度はなおちゃんですって言って、ああよかったって、私やっぱり力なかったんですよね。それでそうだった、ところがふっと心の中にね、そっかって、立体賛美が1週間伸びるのかって、それだけはなんか辛いなというか、今の時にねやりたいのになというような思いはあったけど、新曲ばっかりなので今日これからもね聞かれますけれども、やっぱり無理だと思ったらね、いろいろピーター先生がね、ハトちゃんってもう全国の人が祈ってるんだよって、待ってるんだよって言って、
私もね、欲にいるからやろうって、もう敵の罠にね、勝ったということをね、見せようじゃないかって言ってね、言われたんですよ。その途端に眠気が吹っ飛んでもう本当にいつも通りにしか眠れなくなりました。でもね、なんかものすごく元気になっちゃって、もうその後からのなんていうか、著しくて回復ももう全然変わらないでしょ。もう自分でもどこが変わるかという感じにもうなりました。ああ、もう神様はね、よほどね、私ね、急いでおられるんだって、今ね、今の時のね、賛美を、私たちのね、祈りをね、待っておられるんだとね、強く思いました。それでそのやっぱりちょっと時の13日、実はその事故を起こす前の日に語られていたことがあったのでね、それが私はね、神様のメッセージだと思っています。ちょうどこの日は神は語るの2010年をやってたら、その中にエペソの言葉が出てきて、詩と賛美と霊の歌と思って語り合い、主に向かって心から賛美の歌を歌いなさい。このね、語り合いという言葉が13日ですよ。なんかずっとずっと私から離れないんですよね。それでこんなこともあるよなって、そういえばもう20年くらい前かな、語り合うという言葉をね、解き明かしがあったなと言って思い出しました。それが、見なさい、皆が一つになって私の言葉を語っているのを。これはね、当時エルシャで1階で平和の祈りと賛美をしてた時だったと思うんです。もうはっきりとは覚えてないんですけどね、輪になってね、みんなで賛美曲歌ってたんですよね。ただ歌ってるだけだったのにね、みんなが一つになって私の言葉を語っているのって、そうか、こんな風に一つになって賛美するということは主の言葉を語るということなんだろうかって、なんかこの13日考えてたんですよね。そしてそうかと、賛美するっていうのは息が一つになるということですよね。そういえばと、今年、先月もそうだし、先々月もそうだったけど、私の息と一つになりなさいって、私の祈りと一つになりなさいって語られてきたじゃないかって、みんなでこの主の言葉を一つになって賛美することも、いやー、他の賛美も心を一つにして、いや息を一つにしてこう賛美することも語り合うということなんだ。今ね、このお隣の国やこの近く大変なことが起こってますでしょ。私この方たちが本当に解決するのには、議論ではダメだ、戦争ではもちろんダメですけれども、私本当の意味での語り合いがね、なされていたら、そして賛美があればこう一つになる、平和になるって思ったんですよね。この詩と賛美と霊の歌、霊の歌が私たちの賛美だと思うんですよね。そうです、詩編、賛美と霊の歌と思って語り合い、心を一つにし、あるいは息を一つにし、あるいは祈りですよね。そして主に向かって心からの賛美の歌を歌いなさいって、なんか今の答えをくださったように思っていました。そしてこの日です、語ってくださった言葉があります。時が傷んでいる、
悪い時というよりはね、傷んでいる時の方がね、分かりやすいですよね。時が傷んでいる、傷んでいる、まあ、傷む時のために祈りなさい、私と共に祈りなさい、傷むすべてのもののために祈りなさい、すべてのものと共に祈りなさい。私はこれが心から、さっきのエピソードですけどね、心から主に向かって賛美の歌を歌いなさいということだと思ったんです。でピーター先生にね、ちょうどこの日だったと思います、語り合うっていうのがね、とっても心に響いてきて離れないって、何か今神様が願っておられることがこの語り合いにあるように思うって、息を一つにする、みんなで息を一つにするって、それがね語り合いだと思うって言ったら、ピーター先生がね、突然それが立体賛美じゃないかって、そう言われてね、あ、ハッとしたんですよ。本当にそうだったって。立体賛美っていうのは一つ一つが整っていなくても、この立体賛美となることによって一つにハーモニーし、力を、癒しを、愛を表しますよね。で、ああそうだったんだって、だから今ね、もう数限りないほどの立体賛美が与えられているんですね。で、あるいは私のこのごちゃごちゃっとやってくる賛美の引き出し方がちょっと賢くなったもんだから、こういくつかに分かれているのを取ることができるようになったからかもしれないんですけれども、でもやっぱり今というこの年だと、もう立体賛美がね、次々と与えられて神様の願いなんだと思います。そしてその14日になったらね、私はもう階段から落ちて怪我してしまいました、でもなんか今こうしてね、この立体賛美の力を、私はもうそれが礼拝の力だと思ってますけどね、それのことを語れるし、私があそこで見た、もう体験したっていうか、もう本当に生きてるというのはね、このキリストのね、神のあの熱い愛の中にねあるということなんですよ。本当、ね、それをね、こうしてね伝えられることがね、やっぱりね嬉しいです。それでは、次にキリエ・エレイソンこれもなんかもうまた詳しくはどっかに出るから見てくださいね。キリエ・エレイソンが ある人のレポートを見たときに4曲のなんか賛美が出てきて、そして、あ、なんかそういえばアホな私を憐れみたまえっていう賛美ができたという話をしませんでしたかね。また次回ぐらいこのアホな私を憐れみたまえのキリエとかやります。そのキリエ・エレイソンをね、その頃なんですね、部屋に帰ってきたら、もう本当にこれ以上優しい響きはないというくらいのキリエが聞こえました。こう胸がね、なんかもう詰まって、うーっと詰まってきそうなキリエなんですね。私にとってはもう、だからね、これはもう天から、あるいは目に見えない人たちも含めて、憐れみたまえって、なんかその憐れんでくださる神様の愛でもって傷んでいる人をね、もうすべて満たしたまえと祈っているキリエに聞こえます。では1番と2番があります。Amen.
本当に感謝。こんな時が主が備えてくださった時が与えられるとは感謝ですよ。語り合う霊の歌を語り合うというのは神の愛を直接に受けるということであり、霊の歌を語り合うということは癒しなのですね。敵は罠を仕掛けしてやったりと思ったでしょうが、敵の攻撃というのは神の子に対してはね、凄まじいようだけど、この私の言葉で言わせれば、いつもその勇み足をするんですよ。そしてその先に土俵を割ってしまう、勝利することはないですね。勝ったように見えるけれども、それは違う。誠の勝利はキリストである。今日はその私は感謝のために、この事故の後からたくさんの人々が祈り、そして、レポートを祈りのレポートを出してくださったんですけれども、それを読もうかなと、もう少しは読むかもしれませんけどね、あんまりたくさんあるんですよ。その読むっていうことはね、私分かりました。あ、これがね、やっぱり響き合うということであり、語り合うということであり、勝利の方程式なんだ。葉月さんが書いたレポートの中にね、こんなのがあります。美津子さんの怪我以降、詩編の91編のことを言ってるんですけれども、詩編の91編を朗読するときは自分一人ではなく群れの人たちと共にしているイメージを持って朗読するようになりましたと。これいいね。私一人がね、聖書の言葉を読んでるんじゃない、もう群れ全体が一緒になって朗読してる。このイメージはこれ天が入ってくるんですよ。天のたくさんの人々がこのイメージの中に参加してくる。私はね、霊の歌というのはこれスピリチュアルソングですよね。私たちは立体賛美というけどね、この霊の歌というのはたくさんの人々が、霊の人々が参加するでしょ。だから霊の歌というんですよ。だから葉月さんがね、自分一人ではなく群れの人たちと共にしているイメージを持って朗読するというけど、これいいな。ぜひあなたもそうしてください。そしたら天の人たちも目に見えないけど参加します。まるで100メートルを全速力で走ったかのように、終わった時はものすごく体のしんどくなるのに気がつきました。ただ朗読していたのと意識して集中して朗読するのではその御言葉の伝わり方のが違うのかもしれない。群れ全体で捧げる朗読の響きが天ではどんなふうに聞こえているのでしょうか。天ではものすごい反響をしてますよ。ぜひこういうね、聖書の読み方を私は進めます。たくさんの人もと一緒にやってるんだと。で実際そうなりますよ。でそれをあなたは体験するようになる。横浜の天田美恵子さんがレポートしてくれました。これは
これはまだね、光子さんがケアをする前の日の、レポートなんですけど、昨日の夜、私は布団に入ったものの寝つくことができませんでした。なぜなら眠ろうとするとアブーンに叩き起こされるのです。アブーンに叩き起こされるなんて、これ個室の人じゃないとわからないよね。でも本当にそうなんですよ。アブーンという賛美が迫ってきたんですよね。何度もアブーンの祈りの言葉がランダムに私に迫ってくるのです。あまりの激しさに私は眠るのを諦め、アブーンを心の内で何度も繰り返して賛美しました。どのぐらい賛美したか分かりませんが、そのうちに私は眠ったのでしょう。けれど眠りの中でなおアブーンは響いていたのだと思います。私はアブーンと共に目を覚ましました。そして本部からのメールを見て驚きました。光子さんが左腕の肘を怪我され、今日手術をされるというものだったからです。私は昨夜何も知りませんでしたが、アブーンの響きが全地を覆うことを主が願われているんだと信じました。そして必ず主が光子さんを守られるとの確信を与えてくださいました。今個室の群れにサタンは狙いを定めて矢を放っています。賛美の力、イエスの祈りの力を一番知っているからです。世の初めからほふられた子羊が勝利してくださっているとことを感謝します。私たちにキリストの愛の旗印を掲げさせてくださったことをありがとうございます。ちょっと話したくなったんですけどね、マイクいいですかね。病室に入ったらね、私は、あんまり痛みがないんですけど、たくさんの人が周りおられるんですけどね、もう高齢の方で苦しくってね、痛いとかね、この吐き気がするとかね、もう絶えずナースコールを呼ばれるんですよね。で気の毒でね、もう祈ってるとね、なんとなくね、体からね、祈りが風が行くような気がするんですよ。賛美のヒュルルヒュルルっていう感じでね。でその後例えばちょっとおトイレに行っても、この入院服の人と出会ったりしますよね。そうするとね、なんか祈らずに折れなくて祈るとね、まるでね、本当に返事のようにね、アブーンが聞こえてくるんですよ。アブーンだったんですよね。で私はそっか、もうすでにね、皆さんが祈ってくださってるアブーンが来てるからなのか、はい、祈りは届いたよっていうね、印かと思ったほどに、実はね、どの人も祈ってこの人よくなりますよって言ったら、アブーンってバーシュマイヤーとかで聞こえてきたんですよね。不思議ですね、はい、嬉しいね、感謝です、アブーンの祈りはイエス様が祈ってくださってるからですよ、イエスの祈りですね。伊藤京子さんも、レポートを出してくれました。その中で、自分自身が数年前交通事故に遭って、あれは確か六甲リトリートの前だったよね、私たちも震え上がりました。彼女が自転車で、とぶつかって、そしてその気を失ったっていうか、その自分が自分どこにいるか分からなくなったんですよ。まさに自分が自分でなくなる、もうそれほどの恐怖があるだろうか。その時のことを書いてありますけどね、そうか、私があの時間一髪で命が守られたように、光子さんも文字通り間一髪、髪の毛一筋の差の危ないところで命を守られたんだ。主が守ってくださったのだではないか。感謝。そして今日届いたペテロ通信の先生の一言に、主が一番私に言いたかったのはこれだったんだと泣きそうになりました。その一言とは、賛美が守った。本当にそうだ、賛美が守ってくださった。京子さんはさらに書いております。この一言は2006年8月、私の事故の時、病院の検査から
エリシャに戻ってきて、ヤスコホールのドアに手をかけ、中から賛美の響きが漏れ聞こえたとき、私の内側から溢れ出た思いです。私はこの賛美の響きに命が救われた。私たちは本当に絶えず賛美に守られているのですね。今分かりました。敵は私たちのこの信仰を攻撃しようとしたのだと。ということは何よりこの信仰の確信を嫌がっているということです。私のようになぜなぜとつぶやくことこそまんまと自ら敵の罠にはまり込んでいくようなもの。主よ憐れみたまえ。ということは日本の危機ともいえる今、賛美こそがこの国を守る、守った、この信仰が一番大切だということです。私が事故に遭った直後、ピーター先生が宣言されたのが第一歴代書16章22節、その前の21節から23節を書きます。主は人の彼らの教えてあげるのを許されず、彼らのために王たちを懲らしめて言われた。我が油注がれた者たちに触ってはならない。我が預言者たちに害を加えてはならない。全地を主に向かって歌え。日ごとにその救いを述べ伝えよ。この言葉はね、私がアメリカ時代に、伝道のいろはを教わった、もう亡くなりましたけど、エヴァのおばちゃんがもう口癖のように言っていた言葉なんですよ。Touch not my anointed, harm not my prophet. Touch not my anointed. 私の油注がられたものにね、触る流れ。我が預言者に害を加えるな。歴代書の言葉であります。Touch not my anointed. 神様が油を注がれた器ではないか。Touch not, harm not, 害を加えるな。My prophet, 御子さんは神様のアノインティッド、油注がれたもの。この人は神の預言者であります。Harm not my prophet, そう言って神が守ってくださった。本当にありがたい。ニューヨークのさつきさんが黙示録の言葉を持って励ましのレポートをくださいました。今や我らの神の救いと力と国と神のキリストの権威とは現れた。我らの兄弟らを訴える者、夜昼我らの神の御前で彼らを訴える者は投げ落とされた。兄弟たちは子羊の血と彼らの証の言葉によって彼に打ち勝ち、死に至るまでその命を惜しまなかった。この言葉ですよ。これが今日の御言葉だ。兄弟たちは子羊の血と彼らの証の言葉によってでサタンに打ち勝った。子羊の血、イエス様の血がサタンに打ち勝つ。しかし不思議なことに黙示録はね、それだけじゃなかったんですよ。彼らの証の言葉、すなわち私たちですよ。私たちの証の言葉、私は今日ね、本当先ほど水子さんが語っている時に、あ、このことだ。語り合うというのは、語り合うというのは、キリストの賛美を響き合うということであり、そして響き合うことの喜びをね、語り合うんですよ。ペテロ通信にたくさんの人々が、リーダーたちが、嬉しいということを、レポートしてくれます。あれはね、彼らの証の言葉なんです。
だからあのレポートを書いた人たちがね、私は初めてキリストの体に属しているということを実感するようになったという、ものすごい力が来るんです。敵に打ち勝つのは子羊の血の力プラス証しの言葉なんです。響き合うことなんです。神様がこんなに素晴らしいことをしてくださっている、証しをすればするほどにあなたは敵の力に打ち勝つ、それ以上の神の力を与えられる。兄弟たちは子羊の血と彼らの証しの言葉によって彼に打ち勝った。死に至るまでその命を惜しまなかった。敵が攻めてくるなら、究極はね、この十字架の中にあるのです。あのね、日本の武士道という本の中にあるんですけれどもね、剣の極意は、まあ、に日本刀でありますけどね、剣の極意、こういうことが書いてある。相手の刀がね、襲いちゃいけない、切らせればいいんだって言うんです。その相手の刃が自分の体に刺さってくる、切られたその瞬間にね、もう全力で全身で剣を振り落とせる、そして相手を倒す、これが武士の刀の極意だという。恐れちゃいけない、相手に切らしていい、しかし最後の人たちは私たちが持っているキリストの御言葉であります。だから死を恐れない、そこまで覚悟した者に悪魔は勝つことができない。だから黙示録が言ったのです。死に至るまでその命を惜しまなかった。キリストが必ず最後の勝利を与えてくださいます。それは彼こそが勝利者キリストであるからです。先ほど浜田さんの証を読みましたが、この本部の水谷純子のレポートもなかなかいい。彼女のレポートは水越さんの怪我の後のものでありますが、霊の戦いについて書いてあります。昨日怪我の後ですけど、昨日はほとんど朝まで眠ることができなくて目が覚めてしまっていて、ずっと霊が祈っていました。夜中息子さん痛みで苦しんでいないだろうかと思うと余計に、眠れないでいました。手術が無事に終わったと聞いてほっとしました。働き人礼拝から眠気がすごくて、これまた重い、だる重い感じです。例の戦いが大きいのだと思います。北朝鮮と韓国のこともニュースで今日出ましたが、もう本当にきな臭いです。けれども今朝、主から与えられた御言葉は、詩編の32編、10から11節でした。悪しき者は悲しみが多い。しかし、主に信頼する者は慈しみで囲まれる。正しき者よ、主によって喜び楽しめ。すべての直き者よ、喜びの声を高く上げよ。主から目が離れると悲しみが多くなる。
悪しき者に目を向けると嘆き悲しみ憂いてしまう。私たちはともすればすぐに嘆き悲しむ。こんな大変な時代に悲しむことは簡単にできる。敵は悲しみ弱ってもうダメだとなってしまうとますます喜ぶでしょう。そうはさせません。だから悲しまないと決めました。主は敵の目の前で縁を設け、頭に油を注がれるお方だから、主によって喜び楽しみ喜びの声を上げよう。激痛の中で痛みとともに主を褒めようと賛美を聞いた光子さん、それが本当の答えなんだと思います。毎朝詩編91編を賛美します。そうだ、悲しみながらするのではない。私たちはすでに勝利が与えられているから、もう一つちょっと長いけどね、読ませてくださいね。赤島真紀子、それでもあの端折って読みます。光子さんの手術が死によって守られていたことを信じ感謝します。でも痛みがひどいと聞きました。痛みが取られ早く癒されお元気になられるように祈っています。私は仕事の流れでいつも少し遅れていくのですが、今朝は光子さんの手術があるから9時の祈りに行こうと思いました。ところが起き上がった瞬間、ものすごいめまいがしてベッドの上から動けませんでした。あまりにもあのめまいが激しくということをずっとその後に書いておりますが、さらに横になっていても頭がぐるぐる回って吐き気や気持ちが悪くてたまらない。もうすぐ光子さんの手術が始まる。そうだ、こういう時はやっぱりアブーンしかないと思い、 YouTube で聞き続けて息子の動画を流しました。すると本当に不思議なことに、まるで麻酔を吸入したかのようにスッと眠ってしまいました。そして目が覚めたらなんと12時15分前でした。ちょうど光子さんの手術が始まる時から終わるまでの間、私はずっと眠っていたんだと時計を見てびっくりしました。でも2時間も眠っていた感じでは全くなく、ほんの10分くらいの感覚で本当に不思議でした。一体それがどんな意味があるのか私には分かりません。ただこれは取りなしなんだ。主が世界中のリーダースタッフと心を合わせて光子さんのために祈るようにされたんだと思いました。それからあと読みます。しかし今日ペテロ通信を読んで、今霊の次元で何が起きているのかを理解できました。そして主が光子さんをちゃんと守ってくださったのだということをはっきり分かりました。それによって一つにつながったことがありました。毎朝闇の力にしんどい思いをしていた頃に見た夢のことです。光子さんが真っ白に輝く美しい御座の前でみんなに見守られている中、全身水の中に入って洗礼を受けられているという夢でした。あの夢は今この時のことだったのではないか。光子さんを囲んで洗礼を見守っているスタッフの姿とは、リーダースタッフ全てを一つにした体の取りなしの祈りのことだったんだ。そしてこのあらかじめの体の取りなしの祈りによって光子さんを守られたのだと分かりました。骨折はしてしまったけれども、主は光子さんの命を守ってくださった。敵は決して勝利したのではない。キリストの勝利は完全であり絶対なのだ。そして痛みとともに主を褒めよと光子さんに語り、共にいてくださった守ってくださった賛美の主に感謝しました。そしてあの夢の中、光子さんの聖霊の地に主の声が響いてきたことを思い出しました。新しい時の始まりである。私は信じます。新しい時の始まりである。敵の攻撃は勇み足に終わった。キリストが勝利をしてくださった。そしてこれはまた新しい次元でのバプテスマでありました。そして私たち子羊は光子さんと共に
新しい次元に入った、新しい時の始まりだと信じます。だから恐れない、だから落胆しない。私たちはいよいよ一つになって祈る、天と一つになって祈り、この最後の工程を走り抜こうと思います。全身全霊でキリストのコーリングに応え走り抜こうではありませんか。イエス様、我らを憐れみたまえ、この傷んだ時を憐れみたまえ、どうかあなたの癒しがこの時代に、今の問題に、痛みに注がれますように。私たちは全ての作られたものとともにあなたを褒めたたえます。その賛美の中、あなたの癒しがなることを信じます。主を癒したまえ。ここにおられる方は
限られていますが、ここに来られた方が祈っておられる人、またここに来たかったのに来れなかった人、礼拝を通して共に礼拝している方に、また礼拝を通さずとも共に礼拝している方に、癒しが言ったことを信じます。骨折の話をしたからだと思いますが、骨折をされた方に、その骨折の場所に主の癒しが行きました。骨折だけではない、手術をした方に、その手術の場所に腎臓に、心臓に、そして腰に、その癒しが行ったことが分かりました。主をさらに癒したまえ。そして体中の痛みに、主をさらに癒しを注ぎたまえ。こんなに痛いなら、痛みがいつ取れるのかわからないなら、もう死んだ方がマシだと今言われた方に、私がすでに身代わりとなって死んだんだよ、私の死では不足なのかと主が言われたように思いました。あなたに主の贖いの愛は、癒しは届いているんです。痛くても悲しくても辛くても、それよりも真実なる癒しを、愛を見てください。信じてください。主は一人一人の人に生きてほしいのです。喜びに生きてほしい。そのためにこの方は悲しみの人となられ、すべての病を、罪を負ってくださいました。私はほんのちょっと手術をしただけで痛いことを知りました。捻挫しただけでも痛い。しかし主はそれらすべてのものを追い、体を裂かれ、傷つけられ、打たれ、そして命まで取られたんですよ。あなたのために。あなたは本当は癒されています。癒しの中に置かれています。いやいや、それでも痛いって言われたかなって、なんかそしたら私の腕まで痛くなって、しよう、私はこの痛みは生きている印だと思っています。あなたの命に生かされている印、あなたの愛の印、主よ、どうか痛む人に、悲しむ人に、愛がわからないという人に癒しを注ぎ、愛で満たしてください。
溺れるほどの愛で満たしてください。私たちは傷んでいる時代のために、痛みにある国のために、人々のために祈り賛美続けます。どうかあなたの平和がなりますように、あなたの癒しが完全になりますように祈ります。そしてその癒しが言ったことを信じ感謝し、イエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。本当にね、さっきね、私まだ痛いって別に言っていいんですよ。そして実際痛かったら痛いと思われるでしょうね。でもその瞬間でも私久しぶりにビビンと痛くなって、でもねその時にもう一つあったんですよ。でも癒されていることをね見なさいって、この痛い方を信じるか、いや癒されていることを、ね、信じるかって、私もう繰り返しになりますけどね、もう生きてるって思った時、生きてるって意識できるということはね、もう神のね、もう本当にもうとってつもない大きな愛の中にね置かれてるっていうことなんだって、もう本当に心底からこの知ったんですよね。これがあったらね、これがあったらいいって、この愛をね、この愛はね、もう癒しでもあるし喜びでもありますよね、慰めでもあるし、もう本当にこの愛がある、この愛なる方がおられる、あなたと共におられる、その病む人と共におられる、病んでいるところに、傷んでいるところにこの方は共におられ、ね、賛美しておられる、それをもう本当に信じ受け取る、それがね癒しだと思います。受け取ってください。それでは、野の花一輪賛美をし、神様に感謝を捧げたいと思います。ありがとうございます。野の花一輪、私は野の花一輪、私は主の愛のただ中にある、
感謝、感謝、感謝。ありがとうございます。本当にありがとうございます。もう一つ新曲がなります。これは退院して、眠気が覚めた時だったと思いますが、最初に与えられた、賛美です。それがなんとヤーウェでした。でこれはもうまだできたくてほやほやなので聞いてください。ヤーウェの1と2です。ヤーウェ唯一の神、ヤーウェ、ヤーウェ我が神と賛美します。私は唯一の神を信じます。我が神、あなたを永遠まで褒めたたえます。神の願いが、神の願いだけがなりますように。主よ、ありがとうございます。今また命を与えられ、こうして共に礼拝できることを心からありがとうございます。永遠まであなたの御名をたたえます。アーメン。主へアブン。
永遠の白い鳩よ、飛んでいけ、地の果てまで、痛める者に主の癒しを、永遠の白い鳩よ、我らと共に賛美せん。父なる神の願い、御子イエス・キリストの愛、愛、愛、御霊の鳥なしの風、永遠の日まで、神の子らと共にあれ。アーメン。